MyAU アプリから住所変更をする方法をご説明します。ホーム画面から MyAU アプリをタップします。画面下部真ん中のマイページアイコンをタップします。画面をスクロールしてお客様登録・ご請求情報の確認・変更をタップします。画面をスクロールしてご請求関連情報をタップします。画面をスクロールして請求先住所・連絡先項目内にある変更をタップします。暗証番号を入力して次へをタップします。ここから住所・連絡先変更を行います。注意事項の内容は必ずお読みいただいてから続きをご覧ください。内容を確認してお手続き内容を選択してくださいの項目から変更したい内容を選択します。今回は契約先住所と請求先住所を両方変更するを選択します。次へをタップします。画面をスクロールして新しい住所の契約先住所と請求先住所の郵便番号を入力します。請求先住所が契約先住所と同じ場合はチェックを入れます。次へをタップします。内容に従って新しい住所・連絡先を入力します。同意するにチェックを入れて次へをタップします。内容を確認してこの内容で申し込むをタップすると手続き完了です。